どうも、モダンでクラシック、クラシック担当のしゅんと申します。よろしくお願いいたします。本日は月1ぐらいで訪れる僕の英語会になっております。ぜひ今英語を勉強している方、あるいはこれから英語を勉強しようと思っている方の参考になれば嬉しいなと思うんですけれども、本日は本の紹介をしようと思っております。早速なんですけれども、本日紹介する本はこちらですね。世界一わかりやすい英文法の授業という、もうこの本がですね、世界で一番わかりやすい英文法の授業の本だったんですね。もうまんまです、この本ね、すごいですね。で、まあ、この本ね、僕Kindle で電子書籍で買ってましてね、ちょっと実物がないので今ちょっと写真でお見せしたっていうような感じなんですけれども、ちょっと概要欄の方に Amazon リンク貼っとくので、 Kindle で買いたいよっていう方も、あるいは本で買いたいよっていう方もそちらから買えますので、気になった方はチェックしてみてください。さあ、今日はですね、この本の、まあ、何がおすすめなのかっていうことと、何が書いてあるのかっていうことをお話ししていこうかなというふうに思うんですけれども、このね、関先生なかなかね、聞き慣れないと思うんですよ。多分林先生で聞くとね、皆さん多分ご存知かなっていうふうに思うんですけれども、関先生で聞いてもちょっと分かんないな、存じ上げないですって方が多いと思うんですけど、多分ね、見たことあると思うんですよね。というのも、この関先生ももともと東進ハイスクールの先生で、今はスタディサプリの英語の講師をやっているということなんですね。で、スタディサプリなんか一時期めちゃくちゃ CM やってませんでした？なんかスタサプみたいな感じでこう始まって、で、まあ講師の人がこう英語のだったりとか、まあいろんな授業をしているっていう映像があるっていう、まあそんな CM だったんですけど、まあそこで英語の授業をなさってたのが、まあ関先生っていう方で、この関先生の英語の考え方がこれ本当にすごいなっていうふうに僕思っていて、よく確信をつくっていうふうに関先生言うんですけど、確信っていう言葉だったりとか、一撃っていう言葉をすごく使うなっていう印象があるんですけれども、この関先生の英語の考え方って、まあ英語って、まあ小中高、あるいは中高と英語を勉強なさった方多いかなと思うんですけれども、もちろんね、大学でも英語ってね、ものすごく重要な科目になっていきますよね。で、やっぱりそこで多分痛感したことっていうと、この英語暗記ゲーやないかいっていう、もう暗記多くて辛っていう、これが多分英語の一番の障壁だと思うんですね。もう単語も暗記、文法も暗記と、これきついなっていうのが、こう結構英語で挫折してしまうところかなというのを思うんですけれども、関先生はここ確信をついてですね、極力暗記しないで、もっと具体的に言うと、この一撃でとか確信というのは何かっていうと、まあ、例えばちょっと中学校の文法を思い出していただきたいんですけども、現在完了ってなんかありましたよね。なんか I haveなんちゃかとか、なんちゃかハブなんちゃかっていうような感じで、こう文法が展開されるのが現在完了だったかなと思うんですけれども、現在完了もね、なんか4つの用法みたいなね、なんかありましたよね。なんか経験と継続と、なんか完了とみたいな感じで、もう何個も用法があってみたいな、それをなんか文章に合わせて当てはめて考えていくんだみたいな、そんな勉強したかなと思うんです。で、もちろん現在完了以外でもね、なんかたくさんありましたよね。なんかこの文法はなんか4つぐらい意味があって、それを文脈でなんかどれが当てはまるか考えて訳していくんだみたいな、そんな風になんか教わったのがこう文法なのかなっていう風に思ってるんですけども、関先生はこの、まあ、このね、文法はなんかこの意味がある、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 だけれどもこんなの何にも覚える必要ないと、この言葉で一撃っていう、こう複雑な英文法をたった一言で全部暗記しなくてもよくても、これで考えれば全部ここがもう含まれるからっていうような感じで解決してくれるのが、これが関先生の英語の考え方なんですね。めちゃくちゃ使えると思いません？だから今までは機械的に暗記して、あ、忘れちゃったとか、それを繰り返してた、あ、でもこれ覚えてなかった、それを繰り返してたのが、もうたった一言、これでもう終わりですよっていう、これが関先生の英語の考え方なんです。最強なんですね。で、まあ、この世界一わかりやすい英文法の授業っていうのは、この確信をひたすらついていくっていう、そういう本になってるんですね。まあ、ちょっと一個紹介したいと思います。多分ね、中身あんまりこう出せないと思うので、ちょっとだけ紹介すると、例えばなんとなく覚えてる方いらっしゃると思うんですけど、なんかこう進行形にできない動詞があるみたいな、進行形というのは ing をつけたあれですね、 going とかで、なんか doing みたいな ing をつけると進行形になるってあったと思うんですけど、これなんかできない動詞があるんですよみたいなので、習った方多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、例えば代表的なのだと know とかね、知っているって意味の know とか、あと have 持っているっていう意味の have だったりとか、でもなんか have は持っているの意味だと進行形にはできないけど、でも食べるって意味だと進行形にはできるんだとか、もうなんかやりましたよね。
よくあるのが進行形にできない動詞ってなってて、こうブワーってこうその動詞が書いてあってみたいな、でこれを覚えれば大丈夫みたいな感じのね、覚え方、まあ、文法の習い方したと思うんですよ。ただここも関先生確信ついてくれます。5秒おきに中断再開できない動詞は進行形にできないっていうふうに書いてあるんです。でこれどういうことか、例えばなんですけどね、まあここにもう書いてありますまんま紹介するとね、 run 走るって意味ですよね。じゃあ走るのって5秒おきに中断できる再開できるかっていうとできますよね。走ってて5秒休んでまた再開してできますよね。でもちろん eat 食べる、まあ食べるの意味の have も食べて中断してまた食べ始めてこれできますよね。だからこれは進行形にできるんですというふうに言うんです。でもじゃあなんだろう、中断できない、再開できない動詞なんだろう。例えば脳ね、さっきありましたね、進行形にできない動詞脳がありました。脳知っている、確かに知ってる状態って5秒おきに中断再開とかできないですよね。例えば今は知ってるけど5秒間だけ完全に忘れてまた5秒後に記憶を戻すとかできないですよね。中断再開できないんですよ。だから脳っていうのは進行形にできない。じゃあハブの持っているっていうのももう持っちゃってるから、これを中断とか再開とかしようがないんですよね。なので進行形にできるできないっていう動詞はもうそこで決まるんだと。だからそう考えれば暗記する必要はない一撃だっていうふうに言うんです。これが関先生の授業なんですよね。これすごいですよね本当に。でこのレベルのやつがもうひたすら続くんですよ。だからもうほとんどの文法の分野って言っちゃうと大げさかもしれないんですけども、なんかこれなんでこんな風に覚えなきゃいけないのってことだったりとか、なんでこんな風な別れ方するのみたいなやつ、あと例えばですけど、あの to 不定詞とか動名詞って覚えてますかね。例えばなんか I like playing tennis とかで、まあ、私はテニスをするのが好きですみたいな意味があると思うんですけど、このI like playing、 ここね、このなんか動詞をまた ing の話になっちゃいますけど、こう ing をつけるとなんか名詞みたいな扱いになって、これを動名詞って言ってみたいな。であとはあの to 不定詞、例えばですけど、あまあちょっとまた同じような文章ですけど、 I like to play tennis とかで、あのテニスをするのが好きだっていう、まあそんな感じでこうなんか動名詞とあと to 不定詞ってあったと思うんですけど、ただここでなんかめんどくさいのが to 不定詞と動名詞ってなんかこの動詞の後は動名詞じゃなきゃいけなくて、この動詞の後は to 不定詞じゃなきゃいけないみたいな、そんなのってなんかありませんでした？例えば enjoy の後は to 不定詞は使えなくて ing 動名詞じゃなきゃダメとか、これあったと思うんですよ。でこれについても紹介されてるんですね。なぜ ing をこの動詞では取るのか、なぜこの動詞では to 不定詞を取るのかというようなこともこの本では説明してくれてます。だから今まではなんか動名詞を取る動詞みたいな感じでバーって説明で、まあ、説明というかこうバーで羅列されてて暗記するしかないみたいな、で暗記したのを元にして、あこの動詞は動名詞を取る動詞だから動名詞だみたいな感じでやってたのが、もうこれ覚える人ありませんと、一撃ですっていう、またこの必殺のね一撃の考え方があるんですよ。ではもうこれで確かに全部説明つくなみたいな感じで、だから僕極端に、まあ、この本読んで暗記をするっていうことが減って、しっかりとその何でしょう、まあ、英語的な意味だったりとか、この英語的なこの文化的な背景から、あもうこう考えればいいんだっていうような感じで、あじゃあもうこれだったらこっちでいいよねみたいな感じで、こう暗記してないのに分かるようになったっていう、これすごくないですか。でしかもこの本、あのそんなに何でしょう、固い説明の仕方でもなく、すごい柔らかくね、しかもユーモアも交えた文章で説明してくれて、イラストも可愛いイラストがついてて、あのすごくね、あの本としても硬くなくて読みやすいんですよ。なので読書が苦手、本読むのが苦手だよっていう方もね、これスイスイ読めちゃうんですね。すごいね、あのそういうところもあの考慮されてる本で、読みやすくてしかも確信をついてるっていう、この本がこの面白くないわけないんですよね。そして分かりやすくないわけないし、役に立たないわけないっていう、さっきのちょっとね、あの中断できるできない、なんか進行形にできるできないってところで言うと、まあ、例えばResemble っていう似ているっていうね、ちょっと難しい動詞ですよね。じゃあ似ているっていう動詞がこれ進行形にできるかできないかどっちって聞かれた時に、うわごめんなさいと、暗記してないんで知りませんっていうのが、ちょっとごめんなさい、Resemble まではちょっと網羅できてませんよっていうのは今までだったけれども、ただもう今もう皆さんは5秒おきに中断再開できなければ進行形にはできないっていうのを知ってる。じゃあ、リッセンブル似ているっていう動詞。
これは進行形にできるできないかで言ったら、もちろんできないんですよね。ね、なんかさっきまで似てたけど、ちょっと5秒だけ似ない状態にしてまた似た状態に戻るとか無理ですよね。これだからもうこれでアリステンブルってね、意味だけ知ってれば、それが別になんか進行形にできるかできないかっていうことは全く覚える必要はなくて、もう今の考え方、確信に基づいた考え方で考えれば、もう進行形にしていいのかしちゃいけないのかも分かっちゃうっていうね。もうこれも、これが永遠に続くんですね。しかも、まあ、いろんなね、章ごとにこう説明してくれるんですけど、その章の一番最初に偉人の名言が載ってるんですよ、英語の。偉人の英語の名言が訳と一緒に載ってて、でしかもその名言がその章で紹介する文法に基づいたやつなんですよ。その文法が使われてる表現なんですよ。で、皆さんやっぱり名言好きじゃないですか。僕もね、もう名言好きなんですよね。めちゃくちゃ名言でなんかテンションね、上がりますよね。このね、名言で、なんかちょっとテンションも上がって、で、しかも、この名言になんか使われてるんだみたいな感じで読み進めてっていう、もうこれね、無限ループでね、もうあっという間にこの本読めちゃいますね。英語の文法を勉強したいっていう方にはもううってつけの本かなと思います。で、ただ、これいわゆる体系的に英語の文法を勉強できる本じゃないんですよ。要は、なんでしょう、なんか、過去形とか、分子構文とか、命令文とか、で、命令文はこんな文章ですよとか、で、過去形っていうのはこういうふうにやるんですよみたいな感じで、こう、細かく細かくその文法の説明が載ってるわけではなくて、もうある程度文法を知った状態じゃないと読み進められないっていうふうになってるんで、例えば進行形もなんか B 動詞プラス ING をつけたら進行形になりますみたいな、そういう説明はなくて、基本的な英文法を知った上でそこの確信をついてくれるっていう本なので、なので、英文法の知識がゼロだとこの本はちょっと読み進められないので、まあ、とはいったものの全くハイレベルな英文法は求められないので、本当に最低限の最低限知ってれば大丈夫っていうレベルですので、ただそこだけご注意していただければなと思います。で、一応もし英文法ちょっと不安だなっていう方は、ものすごく薄い本でさささささっと中高の英語が全部網羅できる、めちゃくちゃ分かりやすい英文法の本がありまして、ゼロから始める英文法だったかな、確かそういう名前だと思うんですけれども、これすごく、もし英語の文法ちょっと不安だわっていう、だけどなんかもう今更なんか分厚い本で勉強するの無理っていう方、ぜひその本でね、さささっと本当に1週間ぐらいで中高の英語の文法をさらっと学ぶことができる本があるので、それも Amazon リンク貼っとくので、ぜひちょっと不安な方はそちらもチェックしてみてください。そんな感じでですね、ちょっとこれ語り出したら尽きないんですけれども、この英文法の本ぜひ手に取っていただけるとすごく参考になるんじゃないかなというふうに思いますね。僕これ定期的にやっぱ読み返しますね、これ本当に、そんな、今回本の紹介でございました。それではまたどっかの動画でお会いできることを楽しみにしております。では。